どうもアガポニです。今回はランプラーの進化先、シャンデライの進化方法についてです。それでは早速いきましょう。まず進化前のランプラーですが、出現場所はマップでいうとこんな感じになってます。なのでこの辺りで捕獲することができるポケモンにはなってます。一応進化前のヒトモシ、このヒトモシを捕獲してレベルを41以上、あるいはすでに41以上だった場合はもう1レベル上げることでランプラーに進化させることができるので、この方法でも手に入れることはできますね。でランプラーが用意できたら、上位のシャンデライの進化方法なんですが、単純なレベルアップでは進化できない個体になってます。進化条件は闇の石を使うというものですね。で使ってあげるとこんな感じで進化します。で闇の石自体がどこで手に入るのかというと、いくつかの場所で拾うことができるんですが、その中の一つとして北神の里の場所を紹介しておくと、このトコシエの森のモンスターボールから手に入れることができます。それとシャンデラはフィールド上では出てこないので、直接捕獲ができないポケモンになってます。ただレイドバトルでは出てくるので、レイドで狙うことは一応できます。できるんですが、レイドの出現はランダムなので時間がかかってしまう可能性があることから、図鑑登録が目的の場合は進化条件を満たして進化させてしまった方が手っ取り早いかと思いますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。